特別番組として津市美郷町在住の写真家松原豊さんと前橋町の対談の模様をお送りします。松原さん、どうも。こんにちは。今日はお邪魔いたします。よろしくお願いいたします。早速じゃあ中へ。そうですか、ありがとうございます。失礼します。松原豊さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。日々これカフェの今日はいろり端でお話を聞かせていただくんですけれども、素敵な場所ですね。ようこそお越しいただきました。ここはもう松原さんがずっとお住まいの、ね、そうですね、移住して、ね、移住されたところなんですね、はい。さて松原豊さん、はい、あの写真家でいらっしゃるんですけれども、あのちょうど今ですね、この大津町2011夏2012冬というですね展覧会、これを美郷の図書館で今開催中なんですけれども、この展覧会、被災地に入られて、まあ、いくつかの写真を撮ってこられた、その写真をですね、まあ、三重県立図書館と、それからまあ三重県内各地の図書館でされたんですよね、はいはい。でこれ2011年夏に松原さんは初めて被災地で写真を撮られたというふうに伺ってます、はいはい。でその時の写真が実はこの生きるという写真集ですね、はい、東日本大震災から1年、はい、こちらに日本写真家協会さんが編集をされた、はい、まあ、日本写真家協会さんの一員でいらっしゃる松原さんの写真もこうちょうど真ん中のこのページにですね、はい、載ってると、はい。その写真ですね。そうですね、はい、これはどういうあのお写真なんですか。ね、この写真はですね、ちょうど、去年の夏、お盆前に僕岩手の大津町に、はい、を訪れさせてもらって、で、ちょうどその行った時にこの体育館のいわゆる避難所ですね、はいはい、そこがちょうど閉じられる、閉じる日なんですね、閉じる日だったんですね。そうすると、じゃあお一人しか最後残ってられないんですね、はい、そうなんです、で、まあ、そういうような状況で、まあ、たまたま前日ちょっとこの、映ってる方は大工さんなんですけど、うん、はい、ちょっとね、なんかこうちょっと肉、肉感もよくってあれなんですけど、その方がと前日はお会いして、で、こう体育館のところ次の日出るからっていう話を聞かせてもらって、ほんで撮らせてくださいってちょっとお願いして撮らせてもらったんですね。本当にね、あの被災地の写真を見ますとね、はい、本当にあのまた改めて大きな災害だったんだなということで、うん、あの被災された方に本当にあの心からお見舞いを申し上げたいという気持ちになります。でそういう中でこの写真なんですけれども、はい、一人しか写ってないので、はい、かえってそのこういう場所に、うん、まあ、たくさんの方が避難されたんだなということを、はい、ちょうど半年経って、うん、なんか目に浮かぶようなそんな、うん、お写真ですね。そうですね、その僕もこうこの現地、撮らせてもらって、まあ、あのその避難所初めて入らせてもらった時にもう本当にこの人しかもうその避難所にいなくて、うん、で、でもなんかこうここ物とかもきれいにちょっと片付け始めてるするような感じがあって、でまあ後ろにはこういうようなこう寄せ書きのような頑張って小槌と書いた垂れ幕というのかな、たくさんの人が寄せ書きがあります。でまあそういうのがこうなんかでも一つちょっとこうそういう時間の経過が少し変わるところへちょっと僕は立ち会わせてもらったんだなと。そうなんですね、うん。それは松原さんはあの被災直後には被災地へ入られなかったと、はい、でちょうど半年ぐらい経たれたところで入られて、それで写真家としてやっぱり被災直後からずっと入ってですね、報道写真とかそういうものを撮っておられる方とは違う目でご覧になられたということがありましたよね。なるほど。あの僕としてそのやっぱりその半年間報道ちょうど経った、その時間のズレというのかな、うん、そういうものが多少ちょっと他の方とはちょっと映っていく世界も違うだろうし、写真ってそういうふうに撮る人によって、はい、あの感じ方が違うので、それをどういうふうに写真にするかっていうのはですね、うん、はい、写真家の方々の本当にプロの腕前だと思うんですけど、はい、この写真は本当にあのこの空間がかえってね、はい、想像をかきたてますよね、うん、そうですね。そのやっぱりこの
多分避難所の中にそれこそ、まあ、報道の、ね、写真でも見たりしたことのある方もたくさんいると思うんですけど、はい、ものすごいたくさんの人たちがやっぱりこう、はい、いい住居を流されちゃったりして、こういうところでこう生活を余儀なくされて、まあ、暮らしてたはずなんですよね。なんだけど時の経過とともにやっぱりそういうものがだんだんこう変化をしていって、そういうこうまあ最終日ですよね、うん、いわゆる、うん、そういうものがこうなんかこうこの僕が撮影したところで立ち会うことで、うん、逆にこうこの写真を見てもらった人に、あでもこの周りにはすごいたくさんの人が、うん、こう段ボールで仕切られたような部屋だったり ね、そういうことをこうなんか少し逆に思い起こしてもらったり、うん、まあそういうのをまあ僕は想像力と呼ぶんだけど、なんかそういうことがこうあの感じてもらえたりね。そうですね、うん、逆にね、まあ見る人が、うん、そうなんですね、うん、まあ、こういう私もですね、去年の4月に市長に就任させていただいた後1ヶ月ちょっと経ったところで6月だったですかね、はい、あの被災地に入らせていただいて、でちょうど阿武隈川の一番河口の、海岸堤防が実際に切れている場所、はい、これを見てまいりました。で、やっぱりこの堤防がそのすぐ横に礎石があって昭和56年建設とか書いてある堤防なんですけどね、実際にこう切れて、そしてこの堤防はおそらくまあ、非常に力強い見える堤防でこの多くの波を跳ね返してきた、うん、ところがあの日、うん、地震で崩れて、そこから残念ながら津波が入ってきたと、こういうのがですね、まあ、頭の中にシーンとしてですね浮かび上がって、うん、そうすると私たちのあの20キロ続く南北20キロ続く海岸もですね堤防をしっかりと作っているんですけども、この堤防がどんな地震でも絶対に大丈夫かと言われればですね、それはどういうことになるかわからない、うん、そうするとそこから浸水をしてくる、そうすると、まあ、水が入ってきた時に備えてどういうふうに逃げていただくかということをですね、これもまた想像の、はい、力をたくましくして災害に備えなきゃいけないと、うん、まあ、こんなようなことを思いました、はい、現地で見て本当にそういうふうに感じました、うんうん、やっぱりその現地でね、やっぱりこう、まあ、足を運ばしてもらって、やっぱりその僕がまず一番初めに感じたのはやっぱりその自然のそのやっぱりその自然ってとにかく美しいなっていろいろ思ったりすることもあるけど、逆にものすごいこう破壊力もやっぱりこう牙を向いてやってくることもあるんだなっていうのをですね、その時に結構人間ってどこまで立ち向かえるのかなって、僕の見た感想だけを言うと今回のはとてもそういうレベルの話じゃないんじゃないかなっていうふうに僕はやっぱり目でちょっと感じたかな、人間の、ね、力ですね、まあ、そういうことを日本にいる私たちは実際に体験をしたわけなんで、はい、こういう写真はですねぜひあの世界中でですね、まあ、見ていただいて、やっぱりあの災害に対応するどういうふうに考えていけばいいのか、もっと言えば人の力って何なんだろう、うん、ということをですね、はいはい、世界中の人に考えていただきたい、まあ、そういう、はい、写真だと思うんですけど、いよいよ世界に行くんですね、はい、この写真集、ね、はい、か写真、はい、展ですか、写真展ですね、はいはい、でちょうどあの今度、まあ、これもまだ決まって、はい、あの決まった情報でまだとまっ、はい、届いた情報はまだほやほやなんですけど、はい、今年の、9月の18日から23日まで、ドイツの、ケルンというところで開催される、はい、ホトキナ2012というところでの、そういう、まあ、カメラ関係のちょっとフェスティバルがあるんですけど、はい、そこでのちょっと、写真展の開催が決まって、あ、そうですか、はい、世界中の方に、まあ、ドイツの方に見ていただける、はい、ということですね。松原さんのこの写真も行くわけですね。そうですね、この一緒に、海を渡って、はい、さて、今のこの地元でやっていただいている展覧会ですね、はい、これ三重県各地でご覧いただいた方も多いと思うんですけれども、これも、まあ、ちょうど半その今お話しさせていただいた2011年夏とその半年後にも来られたんです ね、どうですかこう半年、はい、私自身もね、うん、展覧会見せていただいて、はい、いそれで写真拝見してるとですね、本当に表情が変わるんだなっていうところと、まだ同じ状況が夏から冬になって、うん、ただ風景が、ね、夏の風景と冬の風景に変わっただけっていうところもあったり、うん、非常に興味深かったんですけどね、はい、まあ、夏訪ねさせてもらって、で冬にもう一度再び訪れて、でその意外と僕が感じたのはその復興的なそのスピードっていうのは僕の感じだとそんなに進んでないなっていうのが実際ちょっと、うんうん、はい、もちろん瓦礫とか綺麗になってちょっとだいぶ道とかはすごく
綺麗になってたんですけど、でなんか特にあと僕冬行った時はこういうですね、はい、なんかこう雪が積もった時にちょうどたまたまそういうふうに、あのこれは周り農地ですか？いやこれ全部宅地というか家があったところですね。家があったところなんですね、はあ、だからまあ上はね母屋も流された後なんです、うん、まあ、そういうものもちょっと雪が隠しちゃうっていうですね、そういう時にわからないですよね、雪がなんかパッと見ただけでわからないっていうね、うん、でもそうですね、まあ、でもこの雪が溶けると今度はまた新しい、はいはい、今ちょうど今ぐらいの時期、うん、また芽吹きがあるといいんですけどね、うん、なんかやっぱりそういうこう多分こう当然雪がなくなって、うん、土が見えてそこにまた草が生えたりとか花が生え、ね、生えてきたりとか、うん、咲いたりしてると思いますので、なんかそういうところもですね、これからまた再びちょっと僕は訪れて、また目で見に行きたいなと、ね、見せてもらいたいなというふうに思ってるんですけどね、まあ、とにかく新しい復興へのね、はい、一歩一歩をそう進むと、はい、それをまた写真家として、うん、一つ一つあのシーンをですね、はい、記録をしていただけるということであればですね、はい、それをまたあの全国の人に見ていただくと、はい、また一つの新しいページをですね、はい、また見ることができるのかなと思ってますので、ね、はい、期待をしてます。ありがとうございます、はい、松原さんといえば、はい、このもう一つの写真集ですね、はい、これあの村の記憶っていう写真集ですけど、こちらはですね本当にあの、まあ、この津市のいくつかのシーンも出てきましてね、本当私自身も本当にこの素敵な写真集だと思ってるんですけれども、あのちょうど後ろにもあのこれは北長野ですかね。そうですね、ここから少しちょっと、あの上に、ねね、上がったところで、祇園踊りの写真が出てますけども、はい、夏やるんですよね、はい、まあ、そういうちょっと地元のことも伺いたいんですけども、はい、もう少しお話聞かせていただけますか。あ、そうですね、はい、じゃあ今日はちょっと天気なんかもね、はい、ちょっと良いのでちょっと少し表で、あ、ちょっと、ね、そうですかね、あの、うん、一緒に対談できればと思いますので。そうですか、はい、じゃあちょっと表に、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、はい、松原さんの縁側をお借りしてますけれども、緑が綺麗です ね今日は本当にいい天気で ね本当に輝いて、ちょうど向こうに山なんかも見えてね、はい、本当にね、村の記憶の写真集なんですけれども、こちらには三郷のシーンもたくさん出てくるというふうに伺っております。あ、これなんかあの桂旗ですよね、はい、あのお邪魔したことあるシーンです、はい、さて、特にねやっぱりね私が印象に残ったのはですね、この闇夜でですね、はい、話をしておられるシーンがあるんですよ。これですね、多分ねこちらですね、これです、ね、これ、はい、これはどういうシーンですか。これはですね、その三郷の奥の地区がありまして、はいはい、そこで、こう夜だけ夏の夜ですね、男だけが集まるこう、うん、お祭りを、ありまして、それをですねちょっと撮らせてもらったんですね。そうですか、これは何かちょっと神秘的な感じがします なんかね、闇がこのようなですね、うん、まあ、本当にね暗くなってからしかやらない祭りで。あ、そうですか、うん、1日だけですか。1日だけですね、はい、あ、そうですか、非常に変わった祭りだなと思って撮らせてもらいました。そうですか、はい、それからまあやっぱりこの絵がやっぱりね、はい、日本の原風景っていう感じですよね、うん、これは開きですか。そうですね、これも開きの風景です。なんかこう棚田があって、奥にまあ集落があって、まあ、また山がこう、その稜線が見えるっていう ね、まあ、典型的な日本のね風景になるんじゃないかなと、ね、はい、実はここにこう、はい、人がちらっ と、ね、あの、女子中学生かな、高校生かな、ね、本当ですね、だけ実はいるんですけどね、真ん中に、ね、はい、はい、松原さんは、まあ、三郷の風景も含めてこう、はい、いろんなところの、まあ、ふるさとの記憶ということでですね、はい、こういう写真を撮りなんですけども、松原さんご自身は旧津市でお生まれになったんですね、はい、それで、まあ、名古屋とかいろんなところへ行かれて、はい、それで、まあ、三郷に、まあ、移住をしてこられた、はい、そうです。これは三郷村の時ですよね。そうですね、まだ合併前のことですよね、三郷村っていうね、そういう村の響きにもちょっと憧れてたので美しい里ですからね、はいはい、三郷村をこの場所をお気に入りになったというのはどういうことだったんですか。ちょうどそのなんかいろんなところをねこう移住先に、はい、考えてていたんですけれど、はい、なんかたまたまこういうちょっと非常にこういろいろこういう古い家と、はい、あと周りの景観もなんかまあそんなに奥地でもないっていうね。そうですよね、ここは本当にあの道路からちょっと入っただけのところで、はい、でもやっぱりこうなんかとってもこう、田んぼもありの、
ちょっと山もありの、はい、なんかそういう自然も豊かなので、はい、まあ、ここですね、三里町、三里ですよね、はい、そうですね、ここですね、はい、そうですよね、はい、やっぱり我々ね、津市非常に広いんですけれども、それぞれ少しずつ違う顔があって、まあ、松原さんのようにね、地元こういう場所をお選びいただける方もいらっしゃいますし、どうですか、地元でもいろんな活動をされているというふうに伺ってますけども、まあ、そんな派手な活動ではないんですけれど、まあ、この、ね、古民家があったりするので、そこでこうちょっと、まあ、人が少し集まったりできればということで、うん、IT 関係で、ね、そうですね、少し余裕になってる、ね、近所 の、 稲垣さんっていう、ガソリンスタンドを経営されてる方なんだけど、その人とちょっ と、一緒に組ましてもらって、まあ、特にメインはそちらの稲垣さんなんですけどその方と一緒にこうここで IT 講座とか、あ、そうですか、いろんなことがね、ちょっと生まれ始めてますね。面白いですね、まあ、PTA のご活動されたり、はい、自治会にもね、積極的に関わっていただいたりということで、はい、ただお生まれじゃないので、どうですか、地元の方々とのこうコミュニケーションとか、そのあたりは。そうですね、まあ、僕も移住してこれで8年近くになるんですけど、いや、ようやくちょっとなんかね、いろいろ少し分かってきたかなって感じですね。いろんなことがね、やっぱり時間かかるんだなっていうのと、うん、まあ、そんなに早く分かれないんじゃないかなっていうのがあって、ただやっぱりこういう地域のことを地域でね、やっぱり自分たちで、決めていこうというね、はい、そういう雰囲気がやっぱりそれぞれの地域であって、それはある種のしきたりだとか、まあ、あるいは決め事だとか、はい、そういうものがあるわけなんですよね、でそこにやっぱり人々のそこには生活があるので、はいはい、まあ、生活の知恵みたいなのね、作り上げてられ、ね、慣れてるんでしょうね、まあ、あとやっぱり僕らはいわゆるもう外来というか、いわゆる外から来た人間なので、まあ、これからは多分その中にいる人たちと、まあ、外からいる人たちの、そのなんかやっぱりこうそこでの共同性というかね、なんかこうそういうものがこううまくね、動いていけばいいのかなと、ね、まあ、でも多分中の人本当にまた変わったやつが来やがってみたいな、ね、でもねやっぱりねここのこの地域にお住まいの方がよそに転居していかれると、この地域自体がですね、だんだんに人が少なくなって活力が失われてきますのでね、やはりこういうふうに外から帰ってこられて、あるいはまあ少し違う形で移住をされるっていう方がたくさんいらっしゃると、津市もそれぞれの地域がまた自分たちの顔を持ちながら、そこに住む人がまた新しいね、はい、息吹を吹き込んでくださるということになるんじゃないかなと思うんですけど ね、 やっぱりそういうなんかやっぱりこう人のやっぱ動きというのは、やっぱりそういうなんかこういろんなこう風をね、やっぱり生んでくるんじゃないかなと思うので、やっぱりそういうことがこういろんなところでこう、まあ、小さくても構わないと思うので、そこはいろんなところで数多くやっぱり生まれてくることが、すごく逆に言うとエネルギーがうまく発生するんじゃないかなと思うんですけどね、まあ私事で恐縮ですが、私自身もね30年離れてて、まあ去年連れ帰ってきてですね、やっぱりふるさとでしょ、はい、でふるさとだから、まあ、もちろん変わってる部分と変わってない部分とあるんだけれども、やっぱり一番変わってないなと思ったのは人と人とのつながりみたいなものでね、で、まあ、もちろん子供の頃から友達だったり先輩だったりね、はいはい、ちょっと下の年代だったりっていう人も今もここで生活しておられて、はい、そしてあの頃と同じように声かけてくださるし、そういう心のつながりみたいなのがとてもやっぱりふるさとって素敵だなと思うんですよね、はい、前葉さんは例えばそのふるさとっていうようなふうなことを思い浮かぶと、例えばふるさとっていう例えば言葉にするとどんなことになるんですかね。ふるさとってやっぱりね、私はねつながりだと思うんですよ。それはもちろんその土地につながってるということもそうなんですけども、やっぱり人と、先ほど申しました人のネットワークみたいなつながり、それから一つ一つのね風景とのつながりみたいなのがあるのがふるさとだなと、はい、なるほどね、やっぱり都会に住むとそこには一定の、まあ、親しみはできるんですけども、本当につながってるのかなと思うとちょっと、なるほどね、どうですか松原さんは。そうです、まあ、僕もやっぱりね先ほどおっしゃられたように、こう人と人とのやっぱりつながりっていうのが、やっぱりこう非常に大きいんじゃないかなと思って、やっぱりこう、まあ、僕も当然通に同級生がいたりとか、なんかそういうことがあったりして、まあ、そういうのにたまに会うとなんか、あ、元気してんのかなと、たったその一言なんだけど、そういうことがこう結構なんかお互いに確認してる
生きてるなっていうことだと思うんですけどね。なんかそれで今後多分僕らもベビーブームの中でのこうたくさんこういわゆる高齢者が増える世代になると思うんですけど、そういう中でやっぱりそういうちょっとしたねこう声をかけたりとか、うん、元気してんのかなあいつとかいうことのこういうその確認が取れるか取れないかで随分この先変わるんじゃないかなっていう。まあそれがやっぱりあの自分たちの同じ世代のつながりとあと世代を超えてね、やっぱりあのこれも一世代じゃないですからね、今は二世代から場合によっては三世代ぐらいのね、つながりがあるわけなんで、それを大事にしていくようなそんなあのふるさとを作っていきたいなと、そういうふるさとであればなというふうに思ってるんですけどね。あのここは三郷で時々あれじゃないですか、ネオンもね、そうですね、ね、あのいやちょっとなんか大橋さんはちょっとあの大門周辺にも時々あの松原さんの姿をお見かけするかなという、あらそうですか、そういう噂ですか、ね、あそうです、多分噂だと思うんですけどね、週に1回ぐらいですか、いや、もうちょっとスローペースだと思うんですけどね、あの街の真ん中のね、やっぱり明かりも、あの月明かりも大好きなんですけど、やっぱり街の明かりも僕個人的には大好きなので、まあ街もでもちょっと明かりも浴びていただいて、普段はこの緑を浴びていただいて、はいはい、とても羨ましい生活であります。いやいや、はい、松原豊さんに今日はいろいろとお話を伺ってまいりました。またあのぜひ、素敵な写真を、ね、撮り続けていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。